ぐん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 。ダッシュでいこうぜ。どうも、武田でございます。刻んでいこうぜ。西、東、北、ち。おもろいなと思ったよ、その途中まで。最悪だった。すいませんでした。ということで、お兄さんです。ありがとうございます。今の流れからここに立つのは非常に嫌だ。嫌でしょ。あ、深いです。西野タイアップです。ありがとうございます。ちょっと YouTube 撮るだけじゃなくてちゃんとね、仕事ってこと。ちゃんと仕事ですよ。言うって何も聞いてないんですよ、本当に。お二人にもお給料僕払いますから。あるんだ。大丈夫、ちゃんとあります。家賃ぐらいは。家賃ぐらい。多分ね、サムネイルにも出てると思うんですけど、ちょっとこうなんか見慣れないやつというか面白いものになってるんですけれども、その商品名なんですけども、 RP スプリント。ありがとうございます。はい、新製品。今回僕と YOSHIKI がシンプルに体験するだけだと面白くないというか、はい、視聴者に何てだろう、困惑するんで、はい、ちゃんと話せる人を有識者まで。そう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 。安全性を担保するそのなるほど、ね、大事な役割として今日お兄さんに来ていただいてると。科学的というかスプリントの方面からお兄さんの意見とかっていうのもしっかり聞いていきたいなと。今年何歳だった？今年30です。おめでとうございます。ありがとうございます。1994年のスーパーアスリートといえば武田修平、はい、羽生結弦、大谷翔平です。大谷翔平、はい、で大谷翔平選手がメジャーリーグのオフのトレーニングでやってた牽引をするトレーニング、海外製のものがあるんですけど、まあ、それのちょっとまあ簡易版というか、簡単にじゃないですけど最新の牽引層のトレーニング器具が今回、まあ、RP スプリントになるということで、ちょっと僕も興味を持ってきました。なるほど。しかもあれですよね、大谷翔平と周平は誕生日一緒なんですよね。誕生日一緒。あ、そうなん。誕生日一緒ですよ。でも同じ東北のスターですから。翔平と周平の一文字違い。なるほど。いやでもすごいよ。でも本当羽生結弦も東北だから。羽生結弦どこ？仙台。もう宮城。宮城、岩手、山形。サンダー、フリーザ、ファイヤー。そうそうそう。すごい。やらせてもらってますね。まあ、ということで機械 RP スプリントを今日使って、 YOSHIKI さんもスプリントに変えてください。あの、僕7月末 100m 出るんで。7月末 100m 出るね。ああ、マスターズ。マスターズ。それに向けても12秒台を狙っていくんで。ああ、本日よろしくお願いします。お願いします。 C3P。 でも C3PO になっちゃうね。 CP?RP RP ですよね。僕さっき RP って言ってました。言ってた。これやるのもやんなきゃいけない。そうまいん。これやんのコーチって言われた。RP スプリントで一気にましょう。参りましょう。またやっちまったよ。ダッシュで行こうぜ。こちら、じゃじゃーん。すげえ。これがあの噂のマシーンということで。噂のマシーン。まあちょっとぜひ近くに来ていただいて、使い方はシンプルで。ベルトを巻きの、うん、重さを調節できる。このレバーで。なるほど。位置が一番負荷が軽くて、はい、立に行けば行くほど。膜が重くなるという、うんうん、簡単ですね。ワイヤーがここでっと通って腰に来てると。重さ調節した上で、はい、引いてもらって。なるほどなるほど。あれか、現代版タイヤ引きみたいな。あー、いい表現ですね。ほんと YOSHIKI さんの今おっしゃった通りで。見たことあるよこれ。そう、それと今回やっぱりこちらスレッド。パワートレーニングといえばスレッド。原理としては一緒ですよね。原理としてはまあここにプレート乗っけて引くっていうだけなんで。これちょっとある問題点があるんで、武田さんちょっと走っていただいて。問題点です。わかった。富永君、設置するたびにブレが生じる。そう、設置のコアスポットが見つけづらい。設置のコアスポットが見つけづらい。コアスポットって言う？YOSHIKI語録で言う。YOSHIKI語録。コアスポットが見つけづらい。まあ要はたわみが発生するんですよ、この重さによって、はいはい、ガン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 ってね。人間ってずっと一定の速度で移動してるわけじゃないから、設置するときにグンっていって空中があってっていう、この速度にもこう波があるんで、まあ良くも悪くもダイレクトにここに触ってしまうことと、うんうん、プレート今ない状態だったらちょっと暴れちゃったけど、置いても多少のこのブレは生じる、うん、今回の RP スプリントはそれが改善されたので、まあ要はこっちはきついっていう、うんうんうん、そういうことです。なるほど。短距離業界でもジェイコブスとかやってる見たことあるんですけど、すごいなんか今みんなこぞってやってるじゃないですか。こぞってっていうか、ずっと研究で言われてることなんだけど、 100m 走のゴールタイムと最大スピード、その人が出せるスピードはかなり高い相関関係がある。高い速度出せる人イコール 100m 速い人っていうところなんです、はい、だからまあ簡単に言えば 11.6m/秒を超えれば9秒台が出る、そういう指標があったりして、高い疾走速度を得ることが大事ですよ。じゃあ武田、はい、お前は今10秒7だ。10秒5走るためには毎秒 10.8 から9ぐらいが必要だと。いや、頭に入ってんのはすごいな。まあ11近くが必要だった前後は。ってなってきた時に、分かったじゃん、俺が1秒間 11m 進めればいいんだ、はい、なるわけじゃん、はい、このトレーニングどうするんですかって話ですよ。
ピードトレーニングってよく言うじゃん。なんか練習で冬季開けてスピード上げていけば試合モードになるかなとか、スピードで足りてないなとかって言うじゃん。じゃあスピードトレーニングって何なんですかって話じゃん。めっちゃ頑張る。めっちゃ頑張る。じゃあ何よってところじゃん。出力を高める。出力を高めていく、うん、結果最大速度が高まること、はいはい、じゃあ最大速度っていきなり出るんですかって話ですよね。出るわけがないですよ。じゃあ最大速度に到達する前に何があるんですか。加速。そう、スタートがブロックから出て加速するところがある。で、立ち上がらなくなった点がそこは最大速度なんです。加速をし続けられれば原理上最大速度が高まり続ける。加速が止まるからその人の最大速度、要はその人の 100m 走のタイムが決定されるってことなんです。いかに加速局面にフォーカスしたトレーニングをするかということがスピードトレーニングをやる上で大事な要素と僕は思ってて、なるほど。それをこういった器具を使ってこの加速局面の力を加え続ける。じゃあ今日何するかっていうところですね、はい、実際にじゃあこれ使ってどんな効果があるのかっていうところを実際見ていきたくて、スタートから 30m 今日は行きたいと思います。何もなしでトレーニングしてない状態で地面にしっかり加えるところの感覚を作っていって、ビフォーアフターでどうですか。なるほど。ところめっちゃ面白そう。はい、お願いします。ダッシュで行こうぜ。まず何もしないで、TKD30m タイムトライアルしてみます。いいスタートだ。ちょっと重そうだけど、タイムは、はい、タイマーが動きませんでした。最後までご視聴お前西にめちゃくちゃ上から言うやん。お願いします。さあ気温取り直していきましょう。そう、あ、さっきよりいいんじゃない。さあ4秒6、やっぱ遅いっすよね。一回タイム見よう。0秒5、4秒1ぐらいで行くのいつも。ああ、どうした？どう、その今動いた感覚としては。夢の中でしてる。夢の中。一旦お兄さんのガリレオやってるんで。まあ確かに。です。はい、速度も出ました。ということで武田君の今の試技は 10m までが7歩で、 20m 12.5歩、だから 5.5歩だね。 30m が 17.5歩の5歩、タイムが 2.263.64.62 なので、まあ、徐々に速度が上がっていっております。スピード曲線って皆さんご存知でしょうか。ここが0で、ここが 100m で、こっちが速度。じゃあこれどうやってスピード曲線が立ち上がっていくかやってください。書いてください。まあまあトップスプリンターのこの辺りがまあ大体 50m から 70m ぐらい、ここまで上がってるかちょっとあれなんだけど、これありえないですね。まあまあこんな感じ。ここが大体多分20から 30m 地点だと思うんだけど、この急激に立ち上がるでしょ。まあ専門用語で一時加速って呼んだりします。ここに武田も自分で書いてるけど、緩やかにこう上がってるじゃん。ここね、こう上がってこういう感じで、こうじゃん。でここはまあ等速になるんだけど、ここがめちゃくちゃ大事な二次加速ってとこなんですよ。でここで力を加えられれば加速し続けられるんだけど、ここで加えられないとここでも等速になっちゃう。小学生だと一次加速の後ここで加えられる筋力とかフィジカルがないので、ここでも等速になってきます。フィジカルがあるとここ二次加速ができてくるんだよね。ウェイトとかあんましない、体作りをおろそかにしないでやってる、スピードやってるのはここの局面をしっかり作るから。でこの時に軽くならずに力を加えられることが競技力向上にめちゃくちゃ大事。これが武田にやってもらうのは、ここのちょっとスピードがついたところで地面を踏み外さないってところなので、少し軽めの重さで 30m ぐらいのダッシュをしようかなと思います。わかりました。ダッシュで行こうぜ。うわでもちょっと重そう。すげえ。さあ今ので、あー5秒3。なんかここで浮いてる感じがするんだよ。ぐんぐんぐんと押して、ここら辺のさ深い前傾いいじゃん、はい、でこっからやっぱり長く押せなくなってくんだよ。ここでなんかピョンって浮いちゃうじゃん、はいはい、一時加速のところを長くしたい。で浮かないようにするためにどうしたらいいかっていうと、まあ俺はなこの足の体の後ろに足が来るところもしっかり押すっていうところが大事、はい、でみんなこれ流れちゃうって言って結構やりたがらないんだけど、流れるってこっから靴の裏が
上を向いちゃう、こういう舐める動きが流れる動きだと思ってて、ここはちゃんと押し切って回収できてればいいね。逆に前にシザースが多分しようとして体が起きちゃってる、もう少し倒したところで地面を押せばいいんじゃないかなって、はい、正しい姿勢をキープし続けることを頑張らなきゃいけないわけで、フォーカスするポイントは自分の主観的努力度じゃなくて、客観的出力が出るためにじゃあ自分の体どうするかだから、もう少し体の角度とお腹の位置関係をなんかイメージしながら走っていく。わかりました、うん、力感ちょっと落としてもいいかもしれない。わかりました、うん、フォーカスするのは自分のポジション。了解です。いきましょう。はい、おお、おごっと大西さんのアドバイス一つで結構上がりましたよ。ここまで下向いてるよね、うん、10m。 我慢はできた感じです。我慢できた、はい、1、2、3、うん、全然違う、飛んでない、ちゃんと加えられてるね。いやでも押し切れてないな、すごいな、こうやって見ると。だから押し切るために重いのやってみるとかね。割り勘、うん、どう立体起動装置を使った感じは。そろそろ目型の巨人倒してる。うん、なるほどね。グン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 、あのマシンを使い終わった後、どのぐらいタイムが伸びるかの 30m 走。ちょっとでしょ。うん。4秒5に。まあでもちょっと上がったよ。めっちゃ踏み外してたけどね。小雪もある。11秒7ぐらい。歩数がね、むしろ増えた気分、むしろぐらいガチャガチャしちゃった。そうだね、歩数が増えてね、ピッチが上がりましたね。その前の牽引でいい感じで走れてたんで、力んだ感ありました。道中やりながらもお兄さんとかヨシさんの視覚的にも動き良くなったりっていうのもあったし、確実に押し込む感じが牽引使ってる時あったんで、トレーニングで鍛えたとこ使いたくなるじゃん。これはダメなんだよね。だからウエイトしたから80キロ100キロ上がりました、踏む力強くなりますっつってベタベタしちゃって、キレがない。80キロ100のフィジカルレベル上がってるから、同じ8の力でも出せる力が大きくなってるわけだ、相対的に。それがめちゃくちゃ大事で、なるほど、使おうとしちゃわない、うん、トレーニングで鍛えても使おうとはしないってことが大事で、今の武田は使っちゃったって感じ、うん、それが全部ね、動きとタイムに顕著に出てたっていうのを、あと僕自身も鬼さんの言葉でよりクリアになったところあったんだけど、うん、第一感としてありました。やっぱりこうガチャガチャしてタイムガーって狙いに行っちゃって、タイムは上がったよね。まあそうっすね。今日そのこれ動画撮る前もお兄さんとお話ししてて、タイム上がることもめっちゃ大事だけど、その動きのところとか区間のタイムとかっていうのもやっぱ重視して見ていきたいねっていうところをちょっと事前に話してたんで、区間のタイム見ても動きが微妙だったとしても20から30上がってるから、二次加速につながるところの加速のところが良くなってるから、うん、まあ力発揮のところが良くなってきたかなっていうのは、まあ、数字としては出てるんですよね。お兄さんが話してくださった通り、まあ、ここを早くしてここをこう改善していきたいっていうところの、まあ、トレーニングはしてきたって感じ。次ヨシキさんはちょっとまた違うところにフォーカスしながら、うん、やっていきましょう。お願いします。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで次ヨシキさんですね。まあ、僕の方でもね結構しっかりお兄さんの方に動画と動きと数字とっていうのを全部重ねて見てもらったんですけども、まあ今回はヨシキもとりあえず走り見てってところですかね。まあそうね、はい、なんとなくこうイメージはあるんだけど、膝走り見てじゃあ事前のイメージと合ってたかをちょっと検証して、よろしくお願いします。お願いします。1年ぶりだね、ガチで1年ぶりだ。8月のマスターズ以来です。俺の 0.3 でもよかったね、よかったね。どうせ4秒99は、そうっすね、悪くないっすね。悪くないと、まあ、これから秘密兵器ね使ってあるわけですから、こっからや本番は、はい、歩数的に実は武田とそんなに変わんなくて、 20m までほぼ一緒、ここまでで 0.4 秒違うんだよね。ってことはここの一次加速の立ち上がりがやっぱ筋量がない分弱い。組織に関してはここの立ち上げのところをしっかりやりたいなと思うので、うん、ちょっと大変なんだけど、はい、あれのちょっと重いやつ 10m ぐらいをしっかり押していく、地面を捉えるっていうところをトレーニングしたいなと思います。よし、がっつりいくぞ。じゃあ最初ブロックなしでいいんで、これつけてもらって
いい、自分つけるアトラクションじゃねえんだからさ、お前さ、いきます、はい、だから立体起動装置じゃないよ、かっこいい、いや気づけなかった気づけなかった短距離の負荷で言うと8枚あるんだけど推奨は4っていうことなので4に設定をします。でちょっと歩きましょう、負荷を完全にそのままアーシャに押してって倒す、やば、グッグッグッ、結構いい角度やん、でちょっと曲がるね、こうね、オッケー、ゆっくりやる、でも思ったよりいい角度、こういうのもできるんだ、これ大事っしょ、めっちゃ大事、すげえ、もうちょい倒したいから重くすればいいんか、ちょっと重くしましょうか、だって俺も大事じゃん、今の動きって、そう手がここで止まっちゃって、ここまで、ここまで、なるほどなるほど、いきます、あ、でね、グッ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 、お尻入れる、お尻入れる、お腹前出して、お腹前出して、そう、うぜ、草間さんおすすめの、はい、ドリルを行きましょう、はい、手を足を開いて手をこうするでしょ、思いっきり開いて、はい、これ止める、はい、止める、止める、伸びきって止める、そう、届いたところからグッと止める、そう、後ろ引けない、そう、これ止めるっていうのはどういう効果がある、これじゃあ加える、あ、加える、なるほど、これ前の手しか行ってない、今のあれまた後ろもスポーツあるあるで見えるところの動きを意識できるのよ、だから今ヨシキの手もさ前だけめっちゃ見てたじゃん、前はできて後ろこのルーズだったでしょ、うん、小学生のハードルとか押してもそうなんだけど、リーダー車結構ちゃんとできるんだけど抜きって見えないから中軸遅かったりするんだよ、見えるところの動きがすごいいいから見えないところの動きを意識する、で自分が思ってるより後ろにしっかり引いて止める、はい、止める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 、そう、もう一気に、そう、止める、そう、止める、あ、止まってないなんかやってる感あっていいよいいじゃん、2つ4にします、そう、お、いいじゃん、そう、お腹、あ、待って待って待って、1回だけ止まっていいよ305本やった、ガチキツい、お、いいじゃん、いや、いや、今さ、リアクションめっちゃ多くない？リアクションがやばい、動き良かったのに、ね、うん、集中、肩乗せる、いけ、はい、まあ良くなってるよ、 0.08 やがったでしょ、 0.07 結構じゃない、でかいよ、ダッシュで行こうぜ、お疲れ様でした、ありがとうございます、ナイスランです、いやいや、体が全身バキバキの割には割と動けたし、本当も走って、お兄さんのアドバイスごとに記録が伸びてったんで、なるほど、めっちゃ満足、はい、1本目が4秒99で、2本目が4秒95最後4秒92、すごいよ、出てるよ、しっかり上がってるよ、で最初10秒で1本目2秒53だったで、そこの改善をしましょうっていう、2.39 だったので、うわ、そこの上が14、え、0.1 を上がってるのに最後じゃん、え、ってことはだからだんだん遅くなってって、最後で30、疲れてる、長距離のくせに 30m 垂れてるっていうまさかの結果に、まさかの結果が、この構えた時点でちょっと疲れてる感じで、うん、感覚もあったんでタイムに出てるのめっちゃ面白い、うん、僕もよしきもそう、引いてもらってる時の動きがすごく良かったじゃないですか、うん、制限されてるからより走りがコンパクトになりやすい、うん、し踏みに行ける感じとかも出せたんで、やっぱそれやっぱ僕今日もそうでしたけど、その前使う時も感じたんですよね、快適って言ったらわかるんですけど、引き出せるのはすごい良かったかなっていうのは、競技場でこれができるっていうことと、やっぱスレッドだとね、サーフェイスの問題影響してなかったり、はい、結構こうやって置いとけば確かにいいし、ブロックからそれができるし、スパイク履いて競技の感覚を、うん、競技場に1台、競技場に1台、本日は RP スプリントの動画でした。この動画を見て3日に1台欲しいと思った人はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう、バイバイ。これ欲しいって思った人しか押せないと思う、そうやばい、ね、やばい。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。